小田急線藤沢駅。JR 線でもまあまあ主要駅になってますよね。東海道線と江ノ島電鉄線が接続する駅です。有名な観光地の江ノ島にも行ける。ここでは北へ向かう相模大野方面と南へ行く片瀬江ノ島方面の列車が発着します。さて、相模大野方面の列車が発着していきます。発車する方向に注目です。あっちの方面に去っていきましたね。方角的には西ですね。一応、よく覚えておきましょう。今度は片瀬江ノ島方面へ行く電車の発着です。さっきはあっちへ動いていきましたが、今度は、こっちの方向ですかね。どうでしょうね。同じ方面。でも、行き先は別だし。どういうことかを先に言いますと、藤沢駅ではスイッチバックというものが行われているためです。線路が Y 字みたいになって折り返して進むのがスイッチバックです。傾斜の途中に駅を設けてそこで小休止っていう方法もありますけどね。そうなるとスイッチバックの際は必ずどこかで分かれる場所があるってわけですか。いつまでも同じ線路を共有し続けるわけにもいきませんからね。小田急線の藤沢駅は2面3線になっています。そのくらいの規模の駅でスイッチバックを行うため、線路もまあまあごちゃごちゃしています。目が回りそうなくらいごちゃごちゃした線路ですね。これでも規模の割にはコンパクトにまとまってる方だったりします。それぞれがどちらへ向かっていくのかもうちょっと詳しく見ていきましょうか。さっきちょっと意味深な丘が見えましたからそこを通っていくのでしょうか。さてさて、どうでしょうね。片瀬江ノ島行きの小田急三線系が発車していきますね。運よく同時発車していくのを見られるようです。せっかくだし、それぞれ追って見てみましょう。今映ってる黒っぽい顔をした車両が片瀬江ノ島行きです。追って右が新宿に行く電車。それぞれどんなルートを通っていくんでしょうね。片瀬江ノ島方面は左へ逸れてますね。見えなくなった一方、あっという間に見えなくなっちゃいました。後で追っていきましょうか。一方の新宿方面は、やっぱり丘を登って目的地に向かっていくみたいですね。道道の小編成で坂を登っていきます。言い忘れましたが、これは小田急四線系という車両です。先ほどの三線系に比べるとだいぶ顔が青い車両です。確かに青い。新宿方面のルートはとりあえずこんな感じで。一番線からは片瀬江ノ島方面と新宿方面の優等種別が発着。一方2番線からは片瀬江ノ島方面のみの電車が発着するみたいです。3番、4番線は新宿の方に行く各駅停車とか急行とか、ちょっと細かく分けられてるんですね。6両急行と10両急行でホームが分けられているのはややこしいですね。ホームの長さの関係でしょうか。10両側には切り欠きがあったため、そうかと思われます。藤沢市の人口は40万人以上。2面3線じゃさすがに詰まります。ですが車止めやいろんな施設があるせいで、今から線路を敷き直すのは無謀ですね。そもそも、なんでここで折り返し。これにはまあまあな歴史がありまして、1920年から1943年の間に鉄道省という鉄道に関する行政機関があったのですが、その鉄道省が、鉄道経路の重複を良しとしていませんでした。今回のケースは江ノ電と並行するということで指導を食らってしまいました。そんなわけで仕方なく折れて西側へと迂回する羽目になったというわけです。もっとも、今は江ノ電は小田急の子会社なんですけど、今見てみるとなんだかあべこべですね。でも、こういう複雑な鉄道の歴史がそこにあるというのはやっぱり面白いものです。さて、では実際に片瀬江ノ島方面のルートはどんな感じに分かれていくのかについて、見ていくことにしますよ。ワクワク。藤沢駅と片瀬江ノ島駅の間には本鵠沼、鵠沼海岸の2駅しかありません。その短期間のためにスイッチバックするというのは昔から江ノ島が観光名所だったからだと思われます。
その歴史は江戸時代にまで遡り、葛飾北斎の富岳三十六景にも相州江の島が描かれているほどです。なるほど、それだったら江の島にも線路をつなげたくなりますね。時が流れ令和時代になった今でも、江の島は首都圏の人にとって憩いの場になってます。というわけで片瀬江の島駅に到着。藤沢から片瀬江の島は各駅停車でもおおよそ7分で終わってしまうほど短いです。あっという間。というわけで本日は藤沢駅のスイッチバックでした。複雑な事情が絡み合っている分、江の島の重要さや事情がわかるものでしたね。都会の駅で折り返し、藤沢止まりの小田急江の島線もあるので、よほどダイヤを考えないとできないゲートです。あっちこっちに電車を裁かないと。よく計算されていますよね。というわけで、本日のご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てくださいね。バイバイ。